ニュースです。11歳の国枝慎吾くんへ所属ユニクロの広告に本人感激。アパレル大手ユニクロは2023年2月8日、同社所属の元車椅子テニス選手国枝慎吾さんの引退に際しねぎらう広告を朝刊各紙に掲載した。下半身に障害を負う国枝少年が車椅子テニスの道を選んだことに感謝した内容で、メッセージを見た国枝さんがおーおーと感激。またユニクロ公式ツイッターにも同様の文が投稿され、見た人からは素敵すぎるなどの声が聞かれている。